アローラ・モコウと申します。そしてアローラ・アイユミンと申すものです。はい、先日 QR ランダムパーティーでも戦ってくれたねアイユミン氏と、今回ポケモンカードでやっていきます。ここでね、ゲームでもカードでも僕は上っていうのをね、はい、証明したいと思います、ね、いつもそんなテンションなんですか実況は思いますねみたいなそうですね。なるほど、画面の前で一人で、じゃあ画面の前一人でやってるわけね。はい、じゃあちょっと今日は対面でね、はい、そうですね、はい、やっていきますか、はい、じゃあよろしくお願いします。分かったお互いですね。はい、もう進んでますんで、ね、じゃあ6、1で、はい、7枚、はい、はい、じゃあ7枚です。はい、これちなみにセンスっていう並べ方なんですけど知ってますこれ？え、何のなんかカードゲーム流行ってるんですか？いや今考えましょう。今最初はグーじゃんけんほい。はい、じゃあ先行で。さすが、いやアイミンどんなデッキ使うんだろうね。はい、なかった、はい、え、この場合でどうなんの？お互いがマリガンして、うん、テューラードローはなしです。あ、テューラードローはなしなんだ。相殺するんだそこは。そうなんですね。では改めてここでシャッフル、お互いちょっとここで引きたいですね、はい。じゃあ6、1で7枚、はい、いただきます。それ流行りませんよ、そのはい、なかった。いや大丈夫です。なんでこんな聞けないんじゃ、さっきから。じゃあこれで、はい、はい、さらに6、1で7枚いきます、はい、そうそう、こういう文字で来ないんだけど。あ、どうぞ。2枚押してるのはすごい早いですね。2、3、4、5、6、7、最高の手が来たわ。センスが悪かったんじゃないですか。センスが悪かったかもしれない。じゃあ、サイド置いた後に、はい、2、3、追加で2枚引かせていただきます。はい、OK です。はい、それではお願いします。お願いします。まさに、うわ、最悪だ。最悪の。出せればいいってわけじゃないですか。そのパターンね、そのパターンね。たまたま出して、じゃあそれツボツボからいきます。うわ、これね、回るようにマジ改良しまくったから。そう、これなし、このデッキ準優勝しましたからね。そうですね、うん、準優勝じゃねえから、4位だ。先日の千何人規模のポケカ大会 で、 そうです、ね、意外というとあれなんですけど、モコウさんがその大会の前に組んだデッキがすごい続々と、はいはい、いや、そうらしいよね、マジで顔を残してきて、そんな何か調べて組んだわけじゃないのに、うん、すごいなと思いました。これ俺の才能ってことですかね。じゃあ、ぶっちゃけ結構きついんで、しまってやるね。このままデッキに戻して。このデッキは、墓地の霊を参照して買いますので、一緒にやってみましょう。これで、はい。あ、ごめんなさい、6枚ですね。はい。狙います。なんだよ、このハンドは、お前、ゴケが。あ、まあ、とりあえず、たまたまもこれ出しといて、はい、たまたまにこれつけて、はい、バン終わっておきます。じゃあ、いきます。はい。こちらの手札がいいボスではないと、ミストボール使って、はい、チョコちゃんを出して、やらかれていく。何そのカード？マリル。マリル。かわいいカードですね。で、ハイパーを使いまして、はいはいはい。バックエネルギー。バックエネからの、ビーストリングをプラス。ビーストリング。リング、はいはいはい。ということはウルトラビーストリッキなんで。なるほど。エースポケモン不思議。うーわ。レカットお願いします。はい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 。で、TTF にこちらもアクエネつけて。アクエネつける。はい。ターン終わります。終わり。じゃあ俺のターンドローします。ボング職人かな。おお。ボングリング職人から。ボングリング職人から。あ、ネットボールも持ってくれるから、ほんとすごいですね。すごいんですよ、マジで。エネルギーにも変わるっていう。そう。ネットボール、はい、タイマーボール。タイマーボール？タイマーボール。ここはハイパーボールとヤンパイではなく、はい、上振れを。上振れ狙いに行きます。で、これこのまま使います。まずネットボールで草エネルギーを手札補充、はい。さらにタイマーボール。はい。あ、じゃあいいですか。はい。お願いします。2枚、2回投げて2、表の数かける。1枚進化ポケモンをデッキから持ってくれます。ふざけんなよ、ほんとこの進化ポケモンが。そのプリンがまずかったのでは、ナッシーが加えられないんじゃないですか。じゃあ、フェンジはたまたまに臭いでつけといて、はい、増えるでしょうか、はい、増える打てるんで、山札にあるたまたまを盛り出すことができます。そのまま対象なし、はい、対応か、はい、わかりました。はい、やばい。じゃあ1枚引きます。はい。
そんなにゆっくりしてたらこちらも加速していきます。丸寄りを進化までしてたりします。丸寄り。ヘイットエネルギーを使いまして、はい、白なんです。いいわ。マクジキングってから今までもう100円とか出てたんですけど、うん、ダークオーラっていう診断が爆タイプ強化なんで、ね、800円ぐらいしてましたね。今そんな上がってる。そうなんです。見直されてるんですよ。ミスティングボーリングでマクジキングをバチコリ出していくと、まだまだと。全部イラストが違うんですよ。クジキングだ。うわ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 。かわいい。うわ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 。じゃあカッティングお願いします。うわ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 。実はこのカットすごい大事なんです、ね。うわうわうわ。マジっすか。じゃあカプテテフ逃げに1なんで逃げて、はい、チョコちゃん技水玉探しですから。うーわ。山札の上から8枚見てそのエネルギーカードをつけなきゃつけられるので特殊エネルギー全部つけられるのこれ。全部です、ね。エネルギーやったやつ。ちょっとしょっぱい2枚なんでまあまあまあ、じゃあエース見つけとくか。さあ、じゃあまだ場が整ってないんで、まあちょっとやばいですね。じゃあこれでワン終わりです。ちょっと素直にやばいぞこれ。どうします。マリュリを放置すればどんどんうちの悪事たちが育っていくと。じゃあもう行くわ、うん、観光客全捨てで。うわ、はい、俺のターンこれ5枚引けるんで、はいはい、タイマーボール頼んでましょう。これ確率的にはもう出るはず。はい、1枚はい、しょぼいけどまあまあ出ないだけでよしよしましょう、はい、うん、うまくいけば進化ポケモン2枚ってことでハイパーボールをコストなしで。まあそうっすね、ハイパーボールがもうそもそもいらない気がしてて、この時ああ、デフラショーにはちょっときつい。そうなんですよ、ナノシーを出してもう進化させちゃいます。前の多分あ、前の多分ついてないのも死にくそうな。まあそうっすね、これこいつにもうつけちゃいます、そのままで。トロピカルシェイキング 100出ますね、これは。これでしょ、はい、うん、嘘つきました。まあ一応100っすね、はい、100。ああ、100ちょうど殴り倒されてしまう。で、はい、いやこれまずいぞ。クジキングを全員出しなくてもいいじゃん。でダブル無色をつけて、はい、白なし。やっぱなし、そう、軽くて速くてヒージー X 本当にいいところが多いですね。これです。カットマイナス。熊に引いていくと。ちっちゃいヤホーのアクティキングを出して、まずは食い散らかす。山札の上から5枚を垂らしてその中にあるエネルギーをすべてこのポケモンにつける。全部白な。頼む。全部白なんでお願いします。お、技術エネルギーとアクエネルギー。うわぁ。じゃあ、これ以外は全部取らした。山札を。エネルギーも食い散らかす。食い散らかしたぞ。立ち巻きじゃあなしにつけまして、はい、この草もつけて、はい、観光客で全捨てで5枚もらいます。はい、これも出しちゃいますか、はい、うわ、それやばいな、ね、正直結構きついと思うんですよ。トロピカルシェイクで130点。うわ、そうか、勝ち負け、はい、その上、その上今締めで、はい、じゃあ1枚引きます、はい、ハイパーボールで、はい、グズマと、はい、アクエネルギーをトラッシュ持ってくるのはマリコで、ダブル無色を後ろの悪事につけて、はい、観光客で1枚取らしてきて5枚引きます。5枚ドローです、はい、願いのバトンを悪事につけて、でじゃあタイラントホールでビーステルについてるんでプラス30、210点。余裕の確率じゃん、余裕の確率じゃん。ちょっと待ってね。ってことは俺はこの次のターンで展開できないときついのか。そうですね、もうどんどん食い散らかされますね。なるほど、たまたまでいきます、はい、で俺ドローします。はい、まあでも言うて、あ、ほこらですね。あ、ほこらありますね。じゃあもうやっといてください。はい、レスキュータンキングで、はい、なしそのまま持っていっちゃいます、はい、でさらに観光客で、はい、
バンバン捨ててます、ね、このトラッシュで4枚もらえます。はい、はいはい、トロピカルシェイクで破壊ですね。もう120点でなくて、はい、で150で女神のバトンの効果でこの装備をつけてるやつが倒されたら基本エネルギーを裏に引き継げると、はい、OK です。この悪事に蓄えまして、はいはいはい、全面に悪事出しちゃいます。 OK です。じゃあ気持ちの方なるほど、狙いで引き継いだのか。そうですね、これでまた重かった悪事金のエネルギーを軽減できると。じゃあ一番いきます。クジキングはそういう弱点があるんですけど、そこの補えるようにエネルギーをいっぱいつけられるべきです。周りチョコちゃんの進化を入っていく。じゃあタイラントホール180ワンパンです。180でワンセパソー。バカみたいな試合です。バカみたいな試合じゃないこれ本当に。バカじゃん。たまたま出します。カード1枚引きます、はい、いやとは言えだなこれ。じゃあそっちのナッシーの供給が終わればもう一気にメタモン盤面に出して、まあハイパーボーリング、うわ今しめの祠とジャッジも粉砕しますわ、はい、当然俺は山札よりこのナッツを持ってきます。はい、ふましゅんはい、まだちょっと耐えなきゃいけないんだよな、はい、エネ回収で、はい、このベン2枚まで持ってきます、はい、めちゃめちゃ強くないですかその時期普通に。いやこれ普通に強いんですよ本当に。これメタモンに肉体につけちゃいましょうかね、はい、トロピカルシェイク何点です。これは120点ですね。はい、草もあるんで、はい、ここでアクジキングの強さが出ると。なるほど、ハニーポケモンで250は強い。じゃあ1枚引きます。エネルギーアクを、はい、アク金につけまして、アク金につけて、じゃあタイラントホール180、タイラントホエール差し出しになります。この段も十分伝えてます。めちゃくちゃ乗れ、どうしよう。ナッシーをもう全部トラッシュに送ってやったんで、意外とネプチューンのボールからツボツボ、はい、はい、ツボツボって出した時にさ、はい、これ絶対トラッシュに見えない。いや別にしなくてもいいね、はい、じゃあそのまま素出しします、はいはい、でツボツボにこれつけて、はい、ツボツボにねつけるジャッジも。おお、なるほど。あ、これはうまいですね。山札のいらないカードを減らしてナッシーを引ける確率ある、はい、では4枚いきます。はい、ニューラ、はい、逃げるまだ使ってないんで、はい、逃げます、はい、エネルギーに取らしてですね。そうですね、生絞り。エナジードリンクですか。エナジードリンクですね、はい、そのアクエネギーを2枚につけ、はい、さらにメタモンにクサをつけ、強い。終わりかな、はい、ちょっと間に合うかどうか。悪事キングが勝手に死んでしまいそうな勢い。そう、裏が70、今しめが強いんだよね。そうです、今しめがマジ強いから。じゃあ白が使います、はい、うん、じゃあ、アクエネを悪事につけて、悪事につけ、タイラントホールでツボツボ破壊されていく。この段が乗ってしまうと。ちょっとまずいですよ、これ。これね、今200なんですか、悪事ちゃん。あ、マジですか ?200 ですか。だからターンエンドするだけで、なるほど、この悪事は倒される。もう倒せるってことね。ただ、裏の悪事がまだいると。まだいると。で、この段どうしようか。ネットボールで、山札も草エネルギーも入ります。はい、では、メタモンごめん逃げるわ。逃げるにしてタモンそのまま終了します。終了、それと同時にこいつを破壊です。はい、これは最後2枚っていう。あ、なるほど、草エネルギーが手札にあるってことは全部落としちゃいましたかもしれないですけど、意味があったんだ。決めたら出さなきゃいけなかったんだ。ふぅー、頼む、頼む。じゃあ1枚いきます。渦まで、つぼつぼを呼び出し、つぼつぼチョコちゃんって、そのマシンですけど、チョコちゃん出して
で、レインボーにして、うわぁ。来んのか。これ時間を稼いで、はい。じゃあ、水玉探しです。水玉探し。山札の絵から8枚を見て、エネルギーカードを好きなようにつける。私、悪事と共に生きる道を選んだよな、そのそして、これによって2体目の悪事金。残り3枚つけると。じゃあ、また戻します。あー、すいません、そういうカードゲームですわ。これは何ですか。2体目つけます、はい、さらにレスキューカード、うわー、なし。最後はグズマ、うわー、はい、マクジンギングお願い、お前ちょっとお願い、お前ちょっとお前ちょっとお前、はい、シェイクあえてチョコちゃんを倒さない、はい、あえて倒さずになしでボールを刺していくというスタイル見て、はい、ちょっとこいつのジークザーザー見てほしいんですけど、はい、グラトニージークスがあって、この技のダメージで相手のポケモンが気絶したならサイドを2枚多く取る、つまり非 GX ポケモン倒しても3枚取れるんで、次9段でアクエネルギーつけてその技を、あ、そういうことか、3枚取れてたんですよ。だからツボツボを逃がさずに、うん、こいつで倒すっていうルートだった。なるほど。そう。そういうことね。そうなんだ。だから実はギリ、結構ギリギリ。結構ギリだったんだ。グズマでは負けなかった。グズマ以外で負けなかったんか。そうですね。まあエネルギーは多分もうあんまないと思うんで。うん。今グズマトップだったもん俺。うわ、さすが。はい。いや、恐ろしかった。そっか、フラトリで3枚引かれるんだもん。そうなんですよね。この GX 強いですわ。そうだからわざわざ丸指でエネをつけた。なるほどね。いやありがとうございました。ありがとうございました。なかなか。面白い試合でしたね、はい、やっぱモコさんだいぶ以前やった時より立ち回りが、うん、だいぶ立ち回りだとカードのデッキもでかいだんで、あの10連敗を打つのように、はい、10連敗しましたね、はい、じゃあ今後もぜひよろしくお願いします。また再開しましょう。ありがとうございました。